恋愛結婚についてどんな考え方ですかということなんですけども、やっぱり、ドラマとか映画みたいなこう喧嘩して仲直りする時もなんかもう話さないよギューみたいな、そういうのに憧れますけど、でも本当はこうデートもしないで休みの日は2人でお家でこうゴロゴロしてればいいみたいな、そういう関係がいいかなって思います。で、結婚については今は、あんまり考えられないんですけど、でもやっぱり結婚したからには家族みんながずっと仲良しで家族旅行とかちゃんと行けるようなそんな家庭になりたいなと思います。で、子供は双子がいいなと小さい時からずっと思ってます。
わけで森下千里のシンデレラロードいかがだったでしょうか。バリはすごく暖かくて空気もご飯もとっても美味しかったり、日本では見られない花が咲いていたり、星が本当に綺麗だったり、とてもとても素敵なところでした。ぜひ皆さんも遊びに行ってみてください。そして千里の感じたゆっくりとした空気や幸せがあなたに伝わりますように。これからもよろしくお願いします。ではでは、また遊びに来てください。